はい皆さんどうも、MT です。えー、今週一週間はですね、センターについての準備といいますか、概略と、あと実践演習とかも含めて、シリーズ化といいますか、せっかく直前この時期ですから、皆さん、受験生のためにやっていこうと思います。えー、受験生でない方もぜひとも楽しんでみていただけると幸いでございます。え、昨日はですね、センターについて、え、概略を証明、あの、紹介いたしました。あの、センターとはどういうものかあの、作る側としてはどういう態度なのかとかですね、時間配分というのはかなり厳しめに作ってあるということですね。で、受ける側としては、やはり舐めてはいけないということとか、まあ、あの、時間配分かなり気をつけて、戦略的に解かなきゃいけない。得意なもの かかららどこうととですすね誘導にに乗乗るな乗ないといいののは結構大きいものになります答えの形式も決まっていますので穴埋めで。なので、あの誘導に乗る乗らないというのは結構大切なことになります。まず全体を俯瞰してえ、どういう方針なのかというのを頭の中に入れて、誘導にきちんと乗るのか乗らないのか、乗らなくていいところは乗らない。乗るべきところはきちんと乗らないと痛みを見るということですね。で、その辺を話しまして、戦略的なこととしてはもう皆さん各自に任せますもうこれはですね、得意なものから解くとか、あと誘導に乗る乗らないというのは人によって結構違うので、その辺はですね、もう絶対的なかあのルールというものはないわけで、もう本当におのの、僕に とって正しいことは皆さんにとって正しいわけではないので、この辺,この辺についてはなので皆さん各自で努力してくださいという感じですね。まあ丸投げでございます。で、今日と明日については単元ごとについてちょっと見たいと思います。数 1A とあと 2B 分かれているわけですけれども、1A についてどういうものが、2B についてもどういうものかっていう各単元についてですね、あのどれが比重が重くて、まあど,どの単元がどういう戦略であるのかみたいなことをちょっと具体的な話を踏まえてやっていこうかなと思っています。で、1A についてはですね、主に二次関数とか式不等式の証明とかなんか結構重たいっちゃ重たい。

あとは、あの、整数問題というのが今、非常に重いですね。そこが結構重要です。で、センターといえばですね、センター 1A といえば、もう図形の問題が一番難しいと言っても過言ではないと思います。整数についてはですね、ある程度、あの、素養があれば解ける問題ばかりで、合同式とかしてると、なおさら良いと。あと、誘導になれば、まあまあ、いい、あの、不定、一時不定方程式とか、なんかまあ、さらさら解けたりするかもしれません。計算は結構大変なことになる方は多いんですけど、まあ、それでも大丈夫です。で、一番比重が重いと言いますか、もう解いてて、あの、 メンタルがえぐられるというのは、実はあの平面図形のところで、いかなる大学受験の問題を見渡してもですね、センターの期間の、平面期間の問題は、僕個人的には非常に難しいように思います。楽しいということの裏表にもなっていますけれども、本当に難しいです。ですから、あの、パッと見で答えが出るものではないことが多いですね。ですから、きちんと絵を描いて頭の中で想像したり、あの、余白使ったり、まあ、図が大体与えられていることがありますけれども、きちんとにらめっこして、あの、 残すとところななくきちんと考えて、まあ、予言定義なりです、ね、図形のあの円周角定義とかです、ね、基本事項をさらって、えー、センターに臨んででくださいといとうわけですねで図,形と図形については本当にあの皆さん苦労すると思うんで、もしかすると最後に回した方がいいのかもしれないですね。具体的なこと言うと、まず解,解けるとか解けないかという分別で言いますと、まあ、もちろん解けるものから解きましょうというわけで、2次関数が一番手頃だと思います。その後にですね、まあ、解けるものを探して、まあ、整数なんかもまあ割合計算でやったりできることもあります。個数が聞かれることとかも多いので、まあ、その方がいいかもしれません。で気化は どうしても時間がかかるんですねですから最後に回してそれでもですねやはりあの時間が大量に残るわけではないので本当にできる限りその 各項目急いで急ぐといいますか、まあ、焦らず急ぐということですね。まあ、そういうことでやっておくといいと思います。で、整数に関してはですね、合同式と使うと、まあ、答えだけなら割とすぐ出せたりすることがありますので、まあ、ご存知の方は使うことがよろしい、いと思いますが、やはり誘導に乗ってですね、あの一時停法的式なんかはやはりあの誘導に乗って、例えば特殊会を求めるみたいな時には、まあ、誘導に乗った方がいいということもあります。で、実践演習と、本日の動画と楽しんでいただけると、まあ、前日のですかねあの、結構復習になると思うので、そういうような参考 しくださいで1円についてはまあこんな感じですねやはり時間はどうしても少ないのであの自分の中で何分、この四角1、四角2、四角3、四角4それぞれのですねかけるべき時間というのをなんとなく自分過去問に挑戦して自分の感覚をつかんでおいて、えー、とマークの,あの復習といいますか確認とかも含めてあのタイマーを測ってやることをお勧めいたします。というわけで、まあ、1円についてはこれからいにしましょう。さよなら